ジョイスティック底面の吸盤吸盤とは、ゴムや合成樹脂などの可動性を利用して、平滑面に吸着して、内部を真空に近い状態に敷圧や水圧などの圧力の差を利用して、物に吸着する器具、部品、吸着板ともいう、接着剤などと異なり一時的な接着を目的とすることが多い。また、吸着するための動物の器官、フロントガラスに、 吸盤でカメラを固定器具、部品の場合、可動性のあるゴムやプラスチックでできて折り皿のような形状をしている。対象物に皿を伏せるような向きで押し付け、本体をくぼませることで吸盤と対象物との間の空気が抜ける一方、吸盤の断性により元の形状に戻ろうとする。そのため内部は気圧の低い状態になり、外の大気圧との差が生じて皿が対象物に張り付く。 ことになる。男性に頼らずにレバーなどで動作させる方式のものもある。水中では水圧が気圧と同様な役割を持つので水中でも作用する。空気漏れを防ぐために吸盤自身の吸着面と対象物は平滑である必要がある。対象物で金属面やプラスチック、タイルの面はその点で吸盤向けである。吸着力は 基本的に吸盤の面積に比例する。垂直面に吸盤を付着させて、物を吊り下げる場合、あまり大きな荷重には耐えられないものの、釘やピン、あるいは接着剤と異なり、後を汚さないこと、何度でも付け外しが簡単なことが利点である。ただし、接着に当たり接着面及び吸盤に付着する油脂やゴミは、その接着力の大きな妨げになるため、事前に脱脂をすることで、 接着強度を高めることができる。また、自動車のフロントガラスなどに使用する場合、その吸盤の形状から修練火災を起こす可能性もある。動物ではタコが一番目立つ多数の吸盤を持つものである。その形状は人工のものとよく似ており、筋力により吸着動作を行う。ハゼの仲間では腹びれが吸盤となっている。口を吸盤にしているものには、 ヤツメうなぎ、アルジーター、ヒル、吸虫などがある。そうじて動物の形成する吸盤は水中で働くものが多い。これは自然界ではガラス面のように滑らかな表面は存在しないので、どうしても水や粘液が間に入ってその境目を埋める。必要があるためと推測される。空中の濡れた面であれば、さほど吸盤の形をしていなくても濡れた。 粘液面だけで吸着することもある。複足類などが幅広い足で基板に吸着するのも吸盤の原理である。ヤモリ科の木の絵や壁面に生息する高生種等の指先にある構造もかつては吸盤と言われていたが、現在では微小な突起構造によるファンデルワールス、緑を利用していることが明らかになった。タコの吸盤以下の吸盤はやや原理が異なる。ツタのツルの先端にある 壁面や他の物体に付着するための構造体も広く、一般的に、吸盤と呼ばれる。しかし、ツタの吸盤は、蒸気のものとは異なり圧力差を利用したものではなく、吸盤の付着面から、基板の凹凸に対し、突起状の組織を進出させつつ、接着剤様の分泌物によって、隙間を満たすことによって接着している。このため、ツタの吸盤は一時的というより、 高級的な接着に近く、平滑な面よりも凹凸のある面に対しての方が強く付着する。ありがとうございます。